おかえり。今日もあいつら入りさせないわよ。大丈夫だよ、来てないから。玄関にはね。みたいだ。さあ次は誰かしら。あんたたち何言えませんだよ。門町よ、門町の門町よ。あとはあの元凶のクソ息子ね。怠慢で勝負しようじゃないか。望むところよ。これでもう懲りたかしら。さあね。お母さんがバケツを使ってペンキを撒いてる間に、また試しを食べに来てた浜井先生を身代わりに使ったのさ。塗られても私はまだまだ戦えるわ。あんたたち人の家を使うときはマナーが大切なのよ。はい、ごめんなさい。ま、分かってくれたらいいの。マナーを守ってくれたらまた遊びに来てもいいわ。え、いいの？いいわよ。みんなちゃんと遊んでるかしら。生徒よろしくお願いします。はい、わかりました。イケメン先生じゃないの。はい、じゃあ今日はデクリ返しの練習していきます。はい、はい、頑張れ。はい、いいね。はい、いいよ、上手上手。はい、頑張れ。あ、いいよ、頑張れ頑張れ。はい、いきました。ちょっと何してるんですか。あら、ナイスバディ。事故だけどごめんなさい。はい、はい、朝ごはんよ。デリシャススティック、季節のアイスを添えて。あら、おいしそう。うまい棒とアイス合わないって。この組み合わせは健康にいいって科学的に証明されてるのよ。そういえばヤネちゃんのために勉強部屋作ったから来なさい。はい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 。
あんたはここの本全部読むまで外出禁止よ。は？ふざけんなよ。いいから勉強しなさい。クソババアが。スイーツー。じゃあお母さん遊びに行ってきます。あんた本全部読むまで外出禁止って言ったでしょ。全部読んだから遊びに行くんだよ。じゃあ本棚の2段目一番右側の本の61ページの最後の文を暗唱しなさい。自分自身から逃走し最も広大な円を描いて自分自身に追いつく魂、狂気が最も甘く誘いかける最も知恵のある魂。あ、遊びに行ってらっしゃい。みんな聞いて、みんな聞いて、まずは観察観察。退屈してるのね。そしたらモノマネゲームします。ウスゴリラ。じゃあみんなウスゴリラ動物園するわよ。子供たちをしっかり観察し彼らに寄り添うことで仲を深めていく。園長先生の言葉の意味が分かったような気がしました。お母さん薬できたよ。あら、さすがうちの天才息子。いただきます。あっ、やっぱり一回会ったら試してください。いや、俺は若返る必要ないからいらないよ。あら、そう。あふっ、あらあああ、私を騙したのね。バッチが当たったのよ。あなたはこれからおじすけとして生きなさい。日の国の日本で汚ねひけつらのお前は見たくねえから、とっとと帰れよ非国民。脱線黄色いパーカ、自分の目が暗いからって服で目立とうとするなバカ。ネクラのネグラはねえから。あ、もう汚ねひけつらって、あなたも汚ね俺ばっかりですよね。今の時代外見ですら良くないですよ。ルッキ細かく刻むことないですよ。ギスギスした空気を当てるミスミス、いいっす、よっさん、平和に行きましょうよ。あなたの方こそ自分に個性がないからってガラシャツ着て個性立とうとしてるじゃないですか。蛍光色ですよね、結構ショックです。ガラガラガラって主張激しい、喉もガラガラ、閉店ガラガラ、腹から血がない頭がバラバラしたいにしたいところが画像です。上手に踏むな、お前。俺の地元にはお前みたいな奴がいっぱいいる。ゴリゴリ食んな、このヒゲツラが。このヒゲ、ここのヒゲ、ロンゲ、もう全然いいわ、言うことねえわ。やっぱこいつ強えわ。もうダメだ。ユン先生、僕の貯金額です。え、すごい。こちらがプレゼントです。え、もらえないよ。これだけ経済力もあってこんな素敵なプレゼントを渡します。僕と付き合うメリットしかありません。付き合ってください。いや、普通に無理です。え、帰るね。バンビ君何点？97点だよ。100点、僕の勝ちだ。いや、レスケのゴミクズなのに僕が劣るなど断じて認めるわけにはいかない。いや、レスケ君100点取れるなんてすごい。いや、頭のいい男を持って尊敬しちゃう。あ、折れちゃった。ポンジュルちゃん、ありがとう。いたダンベル入れた。大成功、大成功。米助くん、これ使ってみてよ。うん。あ、あ、充電切れた。充電しよっと。あ、今回は電流を浴び続けて耐性をつける。ライトニングレジスタンス作戦だ。ということで、来週は体力テストだ。体力テストといってもいろいろあるけどな。先生はな、長座改善。去年は散々な結果だったからな。キータ君、運動神経良くて本当にかっこいい。
ヤネスケ、今回は失神しないようにね。聞いたってバカなくせに運動神経はいいよな。運動神経がいい方が女の子にはモテるんだぞ。今回は全種目で勝ってやる。体力テストどうしようかな。ヤネちゃん、私がトレーニング教えてあげるわ。さあ、ついてきなさい。